トークは自分の才能についてどう考えてる？自分の才能？能力と言い換えてもいい。君の幻覚の話。あの、外に出ない？暑い。俺、トーコに謝りたいことがある。え？そうだ、あんな一方的に約束して。もし来なかったらどうするつもりだったの？その時は何度でも会いに行くさ。No, cái tâm